車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは戸塚さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車はこちらって言いたいところなんですけど、はい、その前、小塚さんちょっと久しぶりすぎやしませんか？そうですか。はい、ちゃんと動画に出てください。はい、ありがたいことにたくさん車作らせていただいてるんですけども、はい、納車のタイミングだったりだとか、はい、内容だったりとかでなかなか動画でご紹介する機会がないんですけども、今回はこれ紹介せずにはいられないということで、そうですね、もうぜひこれは紹介させていただきたいと思います。ご紹介させていただきます、はい、でまずこの車の前に、はい、オーナー様にちょっと触れてもいいですか？あ、もちろんです。はい、大丈夫です。ちょっと噂で聞いたんですけども、はい、なんとオーナー様、はい、車カスタマイズが初めてということ。そうなんですよ、初めてなんですね。で、1年半以上前に GLE を買うからといって、まあ、ご相談をいただいて、最初はホイールだけの予定だったんですけど、ある時電話かかってきて、マンソリーってどうみたいな感じで言われまして、はい、いや、かっこいいと思いますよ。なるほど。っていうので、はい、じゃあせっかくなんでやるよっていうことで、初めてだけど、もうやりきっちゃいました。こんな車が今回仕上がったと。ということで、はい、じゃあ車はもう頼むとこからのプロジェクトで。そうです、そうです。なおかつ、はい、最初はタイヤホイールの予定だったのが、はい、もう最終的に、もうほぼ外装コンプリートに仕上がっちゃうという、はい、とんでもないお車、はい。そして今回紹介する車はこちら。GLE53 なんですね。53です。でちょっと僕意外だなと思ったのは、はい、53設定がマンソリーあるんですね。 AMG ラインの設定があります。外装が AMG になってるやつの設定があるってことですね。そうです。 AMG 用ではないんです。なんとなくのイメージなんですけど、マンソリーってなんかもうトップレンジだけのこう、はい、もう究極の車ばっかりっていうラインナップかなと思ったんですけど、意外にこう、はい、もう一個下のそうですね、MG ラインとかも設定あるということで、はい、ゲレンデで言ったら400とか350とかめちゃくちゃ多いんですよね、はい、カスタム需要が多いですね。非常に多いです。ということで今回53をベースにカスタマイズさせていただいていると、はい、でまず順番に見ていきましょうか。はい、盛りだくさんですね。そうですね、まあ、パーツとしては、マンソリーで、出てるものがほぼ全てつけてあります。じゃあ全部ラインナップにあるもの、はい、全部つけた感じ、はい、じゃあもう外装コンプリートって言っても過言でない状態になってると、はいはい、でもうどこから触れていけばいいんですか？そうですね、まずマンソリーのパーツとしては、まあ、このカーボンになってるあたりが、はい、こちら純正のバンパーに、アドオンでつけるタイプの、パーツになってます。で、それに伴って、まあ、このあたりが純正で、まあ、脂肪が残ってるところなので、まあ、この辺とか、このグリルのあたりですとかは、全部グロスブラックで脂肪取りして、ペイントしてます。あ、なるほど。じゃあ全部この辺も手が加えられてるんですね。はい、そうです。確かに純正ザラザラの艶消しというかの、はい、ただのプラスチックの素地ですもんね。はい、そうです。なんでこの辺も全部塗って、この 中も塗ってますよね。中も全部塗ってます。これ実写見ると多分めちゃくちゃ分かりやすいと思うんですけど、なんとこのラインの真ん中だけはザラザラが残ってるっていう、はい、確かに全部塗っちゃうとベタってしちゃいますからね。はい、なんでここだけをアクセントに残してあるんですけど、ね、はい、まあ、他は全部グロスのブラックですよね。ピアノブラックです、はい、全部塗ってて高級感がめちゃくちゃ、はい、やっぱり確かにこの辺の車って結構ザラザラのパーツいろいろついてるんですよね。はい、なんでその辺を塗ってあげると、まあ、エアロパーツに合わせた高級感が出ると。そうですね。でこの辺も塗ってあって、はい、マークもマンソリーになってると。はい、はい、上もこっちもマンソリー、はい、でこっちあれですよね、なんかセンサーがこんな入ってるんですよね。はい、入ってます。むやみやたらに触るとそのセンサーにも影響しちゃうんですけど、その可能性はありますね。マンソリーは基本的にその辺適用も取れてるんで大丈夫。はい、大丈夫です。あとは最初に戻りますけど、はい、カーボンパーツが基本的にマンソリー。はい、そうです。ということでここと、ここと、はい、はい、あとこちらですね。こっちですね。マンソリー、はい、下側もマンソリー。はい、これは別パーツになってるんですか、こことここで。あ、そうです、ここは別パーツになってます。あ、一応分かれてるんですよ、はい、ここが。そうです。そして横側にもなんと、はい、これだけなんかパーツつくと純正バンパーに見えないですね。そうですね、若干純正バンパーっぽくはない感じにはなりますけど、その分迫力が出るっていうことですね。恥ずかしながら朝洗車して言われるまで車外バンパーだと思ってました。全部全部マンソリーだと思ってたんです。はい、というわけで純正バンパーに全部アドオンでくっついてる。でなんとこのエアロと他のペイントに合わせてナンバーベースも塗ってると。ここ重要っすよね。そこ重要ですね。純正ザラザラじゃないですか。はい、ものすごいこうチープな感じしちゃいますよね。はい、そうですね。なんでまあエアロパーツつけないにしても、まあ、ペイントカスタムとあとここのナンバーベース塗ってあげるだけで、はい、だいぶ高級感が違ってくるのかなと。はい、ですね、いいですか、前回りだけでゲテモノ感が半端じゃないです。車詳しくない人が見ても絶対改造車だなって分かる、ね、このフェイス。
これ分かりやすさいいですよね、はい、というわけでこんな感じの前回りになっております。あの何度も言いますけど、初めて車をいじるオーナー様が乗る車はこれということで、あの強烈すぎます。そして横に回っていくと、今回足元もすごいのが入っております。はい、こちら1221の、1551AP2X の VIP。 あの下噛みちぎりそうになるやつです。そうですね、長いやつですね。あの12といえばもう元祖削りが激しいアメタンメーカーじゃないですか。はい、今でこそなんかいろいろこう複雑に削ってあるアメタンっていろいろありますけど、はい、12相当昔からですもんね。そうですね、もうとにかくこのハブ周りとか、これ寄って見てもらうと分かるんですけど、こことか穴開いてて取り付け面まで貫通してるんですよね。すごいですよね、この削り。特に VIP っていうモデルがすごいですよね。ちょっとお高くなりますけども、はい、その分手間をかけてめちゃくちゃ削ってある、はい、でスポークもなんとこう削ってあって、裏側もちょっと長めに削ってあるんですよね、これ、はい、というわけでこんな感じ。そしてこの2ピースですよね。2ピースです。外側と内側の2ピースなんですけど、その合わせ面もなんと削ってあると。でこの間空いてるところは1個ずつこうピアスボルトが隠してあるということで、はい、複雑すぎますでもザ・アメタンって感じの。そうですね、はい、ザ・アメタンって感じですね。こんな感じのデザイン。そしてフィニッシュはこれ絶妙ですね。はい、ブラッシュドグロススモーク。これ斜めとかから見るとちょっとこのアルミのヘアラインが見える感じの、はい、こんな感じの仕上がりになってる。角度によってもやっぱいろいろ色合いが変わってくるので。確かにシルバーっぽく見えたりとか、はい、ちょっと黒っぽく見えたりとか、はい、こんな感じの仕上がりになってると。そしてですね、はい、サイズこれ何インチなんですか？24インチです。24っすか？はい。GLE24 でかくないですか？そうですか？なんかもう一回り大きい車で24って言ったら、まあ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 って感じですけど。はい。なんかすごい、ね、まあしっくり、すごいしっくりはきてるんですけど。はい。24履いてるんですって言ったら結構びっくりされそうなサイズですけども、こんな感じで。そしてタイヤはおなじみのマンソリー御用達のブレデシュタイン。はい。はい、こちらのタイヤになっております。はい、で車高も結構下がってますね。そうですね、今あのスポーツモードで一番低い状態にはなってるんですけども、まあ、ロワリングロッドで車高は、下げてあります。純正の基準値ずらす部品ですね。そうですね、はい、そちらでローダウンもしてある。ゴーさん全部確かエアサスですもんね。エアサスですね。というわけでこの辺なんかもしっかりやってある、はいはい、でまあ、ボディ と、ホイールの大きさに負けないぐらいの車高の高さに。確かに確かに、はい、これでちょっとインチがちょっとちっちゃかったりだとか、はい、ホイールがもうちょっとシンプルだったり、まあ、マンソリーなんか純正結構シンプルだったりしますけど、はい、そうするとなんかエアロに負けちゃう感じありますよね、はい、でまた今回色味がカーボンと割と合ってるんで、統一感すごくあるかなと、こんな感じの足元になってる。そしてなんとキャリパーも、はい、塗っちゃいました。はい、マンソリーのロゴ入れて。これお分かりいただけますでしょうか。マンソリーロゴでしっかり塗ってあると、はい、一応そのマンソリのロゴの色はシルバーですね。あ、これシルバーなんですか。シルバーです。なるほど。他の、エンブレムとかがシルバーなので、はい、それに合わせてシルバーにしてあります。芸が細かいですね細かいというわけでこの辺も、でもこの辺も色とかロゴとか、はい、まあ、カラーリング、はい、まあ、全部自由自在ですもんね、はい、というわけでこんな感じの足元も。そして横も、はい、フェンダーのこのアクセントが、はい、マンソリー、はい、とミラーカバーですね、はい、はい、あのこの左ハンドル用だけですよね、設定があるのが。あ、そっか、あの結構知られてないんですけど、右ハンドル、はい、左ハンドルで形が違うんですよね、はい、ミラーの、はい、左右こう反転したものがついてるわけじゃないんですよ。そうです、ね、というわけで適合が取れてるのが基本的にドイツのチューナーなんで、まあ、左ハンドルのみということ で、はい、で右ハンドルも一部問い合わせればあるものに関してははいできるみたいなんですけど、基本的には左ハンドルのみということで、はい、今回交換してる、はい、ですね、ちょっとやらしい話すると、はい、ミラーカバーだけでも10万円なんですよ、はい、豪華っすね。豪華ですね。で、まあ、もちろんここのあたりの下もちゃんとグロスブラックに塗ってることでより豪華さが。ここも塗ってんすか。そうです、このあたりまでしっかりとやってあるので、はいはいはい、まあ、より高級感が出てるというところになります。確かにこれザラザラしぼしぼにこれついてたらちょっとおかしい感じしますよね、はい、というわけでこの辺なんかもしっかり全部塗ってあると、はい、でもう一つカーボン、マンソリーは全部自社製なんですよね、はい、というわけでカーボンの目がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。あ、綺麗ですね、めちゃくちゃ。特にあの大陸製のカーボンパーツなんかはパッと見こう綺麗に見えても目がよれてたりだとか、はい、この端の処理が甘かったりしますけど、マンソリーは基本的にもう全部自社でカーボン工場、あのつい先月かな、はい、もう行かせていただいたんですけど、はい、もうすごいですね。もう全部自社でやってて、もう全部自社で設計から製造から、ちょっと工場の中までは見れなかったんですけど、はい、まあ、そういったちゃんとクオリティコントロールされてるものがついてるんで、まあ、その辺の安価なものとは全然カーボンの、まあ、価格も違いますけどクオリティも違うと、はい、そして
横これサイドスカートも、はい、サイドステップ、はい、塗りですね。あ、これ塗りなんですか。全部分解して、はい。え、ここもっすか。そうです、そうです。なるほど。もともとはここが脂肪脂肪の、ですよね、なしのもので、ここが、ツネ屋のないシルバーみたいな色になってるのを全部分解して、これ中のそのゴムもだから外してってことですよね。そうです手間がかかりすぎです、はい。まあ、ラッピングじゃないんですね。結構あのゲレンデなんかだとラッピングだったりしますけど、はいはい。というわけで今回は全部こう分解してグロスのブラックに、はい、統一感すごいですね。はい、ここら辺もやっぱり統一感が大事ですね。で、ここまで来たら分かりましたよ。ここも塗ってますね。もちろんです。というわけでドアハンドルもしっかりグロスルームラックに。で、塗るのって結構まあ、パーツ塗るのも大変ですけど、コーディネートが大変ですよね。そうですね。これは大事ですね。まあ、基本的に1個塗ったら他も塗りたくなりますけども、はい、絶妙に残すとかっていう手もあるじゃないですか。はい、だから今回は全部塗って、はい、統一感優先してると、はい、ところですね。じゃあ続いて後ろに回ってきまして、はいはい、後ろもでかいですね。24インチでかいですね。そしてですね、私先ほど見てびっくりしました。なんとサイズが355です。これ間違ってないですよね。間違ってないです355ってウルスのリアとかじゃないんですか。そうです、それと一緒ですね。まあ、車の形的には似てるかもしれないですけど、はい、こんな太いの入るんですか。入りますね。これ53だからとかっていうことなんですか。53だからというところもありますね。63ですと 12J でないと入らなかったりとか、キャリパーの逃げとかその辺があるので。なるほど、はい。まあ、多分ホイールのデザインとかにもよるかもしれないですけど、はい、そうですね、それはもちろんあると思います。というわけでもうパッツンパッツンではありますけども、はい、とんでもない 12.5J です。 12.5J なんですかスーパーカーのリアじゃないですか。そうです。これだから後ろからのシルエット半端ないですよ。やばいですね。というわけでこんな感じの。そしてコンケーブは割と緩やかっすね。まあ、なだらかにこうコンケーブ逆反りしてるこんな感じのホイール、はい、これはえぐいですね。えぐいですね、はい。そしてリアもしっかり車高が下がっております、はい。そして後ろに回っていくと、後ろもですね、ゲテモノ感がえぐいですというわけで後ろどっか上からいきますか。上からいきますか、はい、はい。なんとここがマンソリー、はい、スポイラーついてる、はい、ここって純正何もついてないんですよね。ここは純正何もついてないです。というわけでエアロ形状で真ん中がへこんだデザインですね、はい、のカーボンの、これもちょっとえぐい金額します、はい、これがついてて、こっちにマンソリーの、はい、ロゴが入ってますね、はい、ロゴがしっかり入ってる、はい。そして、はい、トランクの先端にもスポイラー、はい、これすごいっすね、はい、すごいですね、この飛び出し感と、ちょっと動画で伝わるか分かんないですけど、どのぐらいですかね、10センチ以上ぐらいは、はい、出てますね。出てる、はい。そして全部マンソリーなんで、こう中央に寄ったデザイン、はい。そしてこの目も全部合ってんですよね。ここは純正のトランクスポイラーがついてるんですけど、それ一旦外して、でマンソリーのものに交換してます。あ、交換してるんですね、はい。ただ純正ってもっと小ぶりっすよね。そうです、もっと小ぶりなものが ちょびってしたやつですよね、はい。それがマンソリーのこのドデカスポイラーになってる、はい。そしてこっちはこの裏側に角度が鋭利すぎて見えないですね見えなくなってますけど、はい、こっちにマンソリーの、はいはい、エンブレムも入ってる、はい。そしてここ、はい、これオープナーにもなってるんですよね。そうですね、はい、もうこれマンソリーになってる、はい。これってどうするんですか。これは、交換になります。あ、これ交換なんですか、はい。じゃあ貼り付けじゃないからこう余計に飛び出たりすることもなく、はいはい、こちらもマンソリーになってる。これも多分蔓延しますね、はい。というわけでここも。そしてあとは、はい、バンパー類。はい、そうですね。で、一番目立つのはこの真ん中のところ。はい。これは絶対高いやつです、これも。めちゃくちゃ高いですね。これは交換なんですよね。これは交換になります。はい。純正のあの、脂肪の部分を取り外して、はい、これにマンソリーのものに交換してる。はい。びっくりなのは、フィッティングめちゃくちゃいいですね、やっぱり。いいですね。びっくりしました。これ純正との組み合わせなんで、ここがちょうど接合部になるんですけど、はい、こんな綺麗にはまりますっていうぐらいしっかりはまってるということで、だから本当にこれだけ一体があると全部変えたんじゃないかなっていう。こちらの、ギアが、本来であれば AMG ライン用で、今回53じゃないですか、はい、なのでマフラーの出口の形状が違うんですよね。あ、そうなんすか。そうです。なのでそこがちょっとつくかどうかっていうところは、まあ、心配だったんですけど、まあ、バッチリとなるほど、はい。というわけでそんな組み合わせになっていると。そしてマフラーこれ出口だけですよね。出口だけです。というわけで中身は53純正のパイプで、はい、のエンドだけマンソリーになっている、はい。これ塗ってます。塗りました。もともとはシルバーのだったんですけど、まあ、全体的にシルバーをなくすっていう今回コンセプトなので、こちらも黒いグロスブラックに塗りました。なるほど。でマフラーのエンドの上にはこうマンソリーと彫られてるんで高級感もすごいです。はい、そして当然センサー類も全部機能する位置で移植されてるんで、はいはい、その辺なんか問題なく使える。問題ないですね。
これすごいっすね。えぐいですね。これちょっと今撮ってるのが距離感近いんで分かりづらいですけど、このえげつない形のバンパーに355ですよ。これちょっとあの走行のシーン入れられたら入れましょう。このえぐさが多分動画で伝わると思うんで、とんでもないこんなリア回り。迫力が半端ないですね。こんなリア回りになっております。はい。で最後になりますけれども、はい、小塚さん知ってますか？今回ご紹介させていただいたこの GLE フルマンソリー、はい、なんとボンドグループ初なんですよ。この初でこんな全部ということで、はいはい、ありがたいですね。ありがたいですね。僕も絶対作ってみたいなと思ってた一台なので、絶対かっこよくなるって分かったので、はい、最近ちょっとゲレンデになんか全部持ってかれてる感ありますよ ね、はい、でも結構 GLS、GLE、GLC なんか結構面白い車、かっこいい車あるんで、はい、まあ、その辺もご用命いただければ、はい、まあ、GLS、はい、GLE 設定ありますし、まあ、あとは他のメーカーでも、はい、マンソリーって本当にいろいろ出してるんですよ、ね、ありますね、はい、あの実はここだけの話なんですけど、いろいろ今後の展開も本国行った時に聞いてきましたんで、はい、俺の車ないのかななんて待ってる方いらっしゃいましたらもしかしたら今後設定されるかもしれないということで、はい、こういう言っちゃっていいですか、下手物好きも、はいはい、もう他のと違うのがいいという方はもうそれに見合ったクオリティ、まあ、金額も、はい、まあ、少々ありますけども、はい、見合ったクオリティで、まあ、オンリーワンのものが仕上がると思いますので、はい、ぜひぜひボンドグループ、そしてボンド名古屋、小塚さんにご相談いただければいろんなものが提案できるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回は GLE のマンソリーを紹介させていただきました、ボンドグループ各種 SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。